どうもタブヤンです。今回は単発実況、ナグザットソフトさんのゲームボーイソフトコレクションポケット1997年の作品を遊んでみたいと思います。このゲーム、ミニゲームが盛りだくさんみたいですね。全10種類全部遊んでみたいと思います。ファイトキッズ、ノーマル、ハード、イージー、ノーマルでいいかな。ファイトキッズ初見プレイです。何これ、あ、まさかのシューティング、自動連射機能付き、危ない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 、結構本格、ああ壁にぶつかったシビアですね。でも連射機能ついてるのはいいね。壁が狭いよな。狙いて、て、壁が狭い。上に、あ、上のやつ攻めてこないのか。ああ攻めてきた。攻めてくるタイミングが怖い。危ない、後ろに。危ない、非常に危ない。早めに撃破しないと。 OK、 パワーアップアイテムとかないのかある、なんか P って書いてある、取ればいいんじゃない。3000点、あ、パワーアップアイテムじゃなくて得点アイテムだったか。いやでも自動連射はありがたい。敵が小さいよねよし、あー何これ、攻撃破壊できないじゃん。あいつなんかタコみたいなやつがいる、タコみたいなやつがいる。あ、これ絶対撃ってくるでしょ。やっぱり撃ってきた、危ない。おおナイスかわし、一面はクリアしたいよね。一面っていうか一面しかないのかな。危ない、ちょ下から、危ない、後ろから追っかけてくる。あー、また結局壁にぶつかった。あ、途中からラスト一機、なんかボスっぽいのいないのかな。できればそこまで行きたいよね。壁のタコは関係なかったのね。あ、またアイテムスコア、よし、かわして、よし、下から行くか。あ、避けるか、避けれた、よし。先々行った方がいいな、これ。このゲームシーン1って書いてあるからシーン2もあるんだろうね。これ先に撃たせて飛ばさせてと、迷路になってる。あー、また壁にぶつかった。十字ボタンの操作性よね残念、イージーにした方が良かったかなさて次はブラックジャック勝ち抜き対戦、勝ち抜きでいいかな。ブラックジャック、ベッド、何これ、あ、300持ってるの。そんなもマックスベッドでいいじゃん。250、インシュランス、難しいこと言うな。このブラックジャックはね、21になればいいんだよね。で、カード今12だよね。21を超えるってしまうと、なんて言うんだろう、ドボンっていうかアウトっていうかね。インシュランスって何？何？分かってない、この言葉の意味が。ヒットスタンド、何これ。12と2で14、ヒットスタンド、スタンドっていうのは止まるってことかな。もう一発ヒットかな、これヒット。これあれだったっけ、
12っていうのは12で数えるんじゃなくて、10だったっけ、10で数えるんだったかな。15ヒットバースト、あらまあ、どんどん行こう、どんどんベッド、マックスベッドで行きますよ。インシュランスって何、キャンセル、ヒットスタンド、ヒットでいいんじゃない。あ、右上に私の顔の横に17って数字ちゃんと出してくれてるじゃん。足し算しなくてよかった、自分で。OK 17か。21まであと4、スタンドでいいか。13勝った。あ、17、同点だけど私の勝ちなの。 OKOK、 どんどん行こう。あ、何これ、ダブルって、ダブルって何、ちょっとやってみようか。あー、ダブル、あれか、掛け金が倍になったね。11ヒットだね。21きたー。なんで悔しい顔してるの。あ、これ私の顔じゃなくて敵の顔なんだ。やったー。ダブルでブラックジャック出しましたよ、21。やったぜ。さあ、これで得点が同点になりましたね。なにこれ、スプリット、13か2つ、スプリットやってみようか。あ、スプリット、20を10にすることができるんだ。へえ。でもなんかお金が減ったんじゃない？違うのか？ヒット。あ、20！ もうスタンドでいいじゃん。え？何これ？え？あ、2つやるの？もう1個ヒット？あ、21！ 勝った！あ、そういう技があるんだ。だからこれ、E4 でやれるっていうことか。ダブルにすると。めっちゃ強いじゃん。リトルエース倒せるんじゃないのこれ。ブラックジャック、本格的なブラックジャックだねこれ。ダブル、ダブルにしようか。よくわかんないけど、ダブル。11では勝てないからヒット。お、また21。強い。リトルエース追い込んだんじゃないこれで。やつの枚数は残り50枚。もちろん50枚押しで、とどめを刺すぜ。19、もうスタンドでいいんじゃない ?18? 勝った？よーし！リトルエース倒しました。ウィン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 。やったぜ。え？ミスターマジックと戦うの？いや、もういいよ。もうゲームセレクトでいいや。一勝できました。さあ、どんどん行こう。バリバリ、どんなゲームか全然想像つかないな。バリバリ、あ、またシューティングか。あ、ぶつかった。なんか同じっぽいね。バリバリ、もういいや。バリバリ、なんかグラディウスっぽいマシンだったね。ポーカーか。 OK、勝ち抜き対戦。あ、もう対戦でいいか。勝ち抜きにしたから。じゃあ、ミスターマジック、君にチャンスを与えよう。ポーカーだよね。おう、2の1ペア。何？チェンジエンド。チェンジだよね。チェンジ、チェンジ、チェンジ、エンド。あー、2来なかった。あ、こっから掛け金を決めるっていうこと？ベッドダウン、ベッドだな。もう、ハッタリで、相手を下ろそうか。100、オープン。ワンペア。相手もワンペア？
あー負けた。くっそジョジョの奇妙な冒険見すぎかな。あの豚で命までかけるっていうね。張ったり通用しなかったな。はなんか降りるとかそういうのあんまないのかなこれ。あしかも手札が配られてからベッドを決めれるんだね。まあでも長期戦はする気はない。チェンジ。あ違うな。3だけ残して3カード来い。来ない。あダウン、ダウンでいいか。降りるってやつだよね。くぅ一発いいの来てほしいな。12、13。フラッシュとかストレートも狙えないしな。7、2枚残すだけっていう同じワンパターン。あー3カード来た。3カードベッドですよこれ。もちろんマックスベッドだよ。どうだ、ワンペア、よーし一勝したぜ。こっから逆転劇が始まるぜ。どう消しよピエロのおっちゃんよ。カウントが遅いなこれ。待たされてるぞ。あ、150ゲットしたのか。ほらでかい。さあ4、5、7、9、9か。ストレート、ここもやっぱり3カード狙いか。あ2ペア、いや行こう、勝負しよう。相手が3カードだったら負けるけどな。どうだ、ワンペア、よーし弱い。これで相手はゼロになったのか。どうなんだ、まだか。大きい技、相手ミスターマジック弱いね。全然マジック使ってこないもんな。あ倒せました。弱かったぜミスターマジックさんよ。はっはやりました。さあどんどんまだまだゲームありますからね。セブンシュートやっていきましょう。あ何これ、え これを押したら止まるのか。なんだそのめんどくさいルールは。これを捕まえて押せば止まるってこと？いや普通のルーレットでいいんじゃないかな。ありがとう楽しめました。ビッグスロット、あービッグスロットどうすんの。あーこれこれこれがやりたかったんだよ。ワンベッド、もっとベッドできないのこれ。できないのか。ワン、ツー、スリー、フォー。ダメか。ワン、ツー。ダメか。一回ぐらい当てたいな。あー。ワンベッドしかできないの本当に。お金がないからか。一回当てて終わりたいよ。6枚当たりました。以上ビッグスロットでした。地味だったね。マックスレーサー、レースゲームかな。おー本格的。マックスレーサー、あこれ好き。真ん中と左ね。ああこれなんかゲームウォッチの
感覚だ。おーい、ゲームウォッチだね。ああ、おいおいおい、これ楽しいマックスレーサー、敵もフェイントかけてくるな。おっと、炎上しました。あ、まだいける。ガソリンがあとレベル1、レベル0だったのか今まで恥ずかしいな。右へかわして、敵も動いてくるのか。あ、ちょっと敵も動いてくるね。あらららら、敵のマシンも動いてくる。ジッピーレースっぽいな、なんかな。こっちも車だけど、かわして、こっちの車の方がかっこいいよね、なんかね。あ、いやいや、ライフが減っていく。レベル2。あ、緑の車来てる、緑の車新しい敵のマシン投入してきましたよ。左右に振って、あの緑のやつ動きがいいな。あー、避けられた。おー、ちょちょちょ、おかわして、うまい。レベルが上がると、ああ避けきれない。ガソリン補充してもらえるんだね。オッケー、補充してもらった。しかも体力もまた回復した、レベル3。いける、慣れてきた。緑をかわして、オッケー。追っかけてくるんだよね、緑のやつは。引きつけてからじゃないと。うまい。何が起こってるかもう分かりにくいでしょあー、緑にマークされてる。あー、マークされてる。あらららら、あー、レベル4になった、やったいいね、今日一番の見せ所じゃないこれ。敵がね、追っかけてくるのがうまくかわさないと。あ、やばい、あ、やばい、炎上。でもガソリンがまだあるから復活できるんじゃないこれ。急ぎ急ぎ急ぎ、最高速で。もうブレーキなんか一回も踏んだことないよあらららら、ぶつかった。あー、炎上。残り10秒、レベル4クリアしたい。6、5、4、3、2、1、どうだ、レベル5いったラスト1秒でいきましたよ。いける、これかわして、左右にフェイントでかわして、あー、レベル5いったの奇跡だね。ブレーキ踏んだ方がいいのかな、どんな時にブレーキ使うか全然わからんわベタ押しでいいんじゃないの。緑は襲ってくる。あー、ガソリン切れ。いやー、楽しめました。マックスレーサー一番面白かったな。そしてビンゴ、ニューゲーム、あ、スタート。何これ、21。何これ、もしかして縦横が多すぎるでしょいやいや、9つぐらいでいいと思うよ。もしくはね、あの午後25ぐらいでいいと思うんだ。これ揃えんのが大変すぎるでしょ。はい、ありがとう気持ちだけでいいわ、ビンゴ。どんなシステムかは分かったからね。さあ、残り2ゲーム、名残惜しくなってきました。バトルサーキット、レースゲームかなこれ。あー、さっきと同じだマシンが違うだけじゃんこれ。はい、ごちそうさまマシンの形が違うだけでほぼ同じゲームですね。ファイトキッズとバリバリも同じだしな。実質8ゲームですねパカパカ、ラストやっていきましょう。なんだこれ、スーパーダッシュ、ステルス、ボディアタック。スーパーダッシュでいこうか。新馬戦、ケバ、おお、
なにこれ。え、私操作してんのこれ。あ、操作一応してるね。あ、してないわ。勝手に動いてますけど。あ、一応動いてるわ。え、なんかね、左押すと右に行くんだよね。独特の操作感。右と左が逆なんだ。これ完全にファミリージョッキー意識してるよね。あ、もうゴール。なんだ、マイルチャンピオンシップかなんかだったのかこれ。最下位じゃないか。お後がよろしいようで。いかがでしたでしょうか。コレクションポケット、一つのゲームボーイソフトでね、こんなに盛りだくさん楽しめるゲームがあったでしょうか。それでは次のレトロテーブルゲームでまたお会いしましょう。こういうゲーム大好きですよ。それではまた、さよなら。